球児たちの熱いドラマが今始まろうとしています。第1回戦の模様をお届けしてまいります。一塁側多治見、三塁側大垣、観客に見送られて守りに散りました。さあどんな戦いを見せてくれるのか、いよいよプレーボールです。左の折笠、さあ注目の立ち上がり、はい、トップバッターは池本、打ちました。初球打ち、川田ボールを取る、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは1年生岡安。打ちました、あっと引っ掛けた、古澤掴んだ、セカンドから一塁送球、折笠取ってアウト。バッターは1年生皆川。第1球ボール球打った、ボールはライナーです、取りました、これで3アウト。折笠今日は無難だ。左の碇守るマウンドに、1回の裏多治見攻撃に入ります。先頭バッターは白間、空振り三振。
空振り三振。バッターは2年生馬場。初球を打ちました。宇治のボールを掴んだ。一塁へ送る。記録はヒット。さあ2アウト。大垣先制点を防ぐことができるか。ワンアウトランナー一塁二塁という場面でバッターは1年生須田。マウンド上は碇守る。打ちました。これは内野ゴロ。三塁フォースアウト。一塁送球。一塁はセーフ。一塁はセーフ。併殺失敗。バッターは2年生相澤。打った。これはピッチャー真正面アウト。スリーアウトチェンジ。碇守る。9回の裏4点を追いかけます。多治見攻撃に入ります。トップバッターは古澤。大垣伝令が走ります。さあ監督はどんな、はい、大垣、はい、さあ究極の思考が解き放たれることになるか。ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。バッターは1年生須田。ここまで2打席連続三振。初球を打った。内野ゴロ。郷原一塁ベースを踏んでアウト。ピンチヒッターは高須。スタンドからは大きな声援が上がっています。第1球打ちました。ファール。第2球低めボール球打った。抜けた。高須いいバッ。大垣初戦をものにしました。いかに守る。見事な完封勝利。1回戦を見事勝利。2回戦進出を決めました。